池袋お皿をご活用の皆さん、サンシャイン通りをご利用の皆さん、こんにちは。土曜日の夕方、ご当地をお借りいたしまして、日本共産党都議会議員選挙、何としてもご支援の輪を広げていただきたい、このお願いに伺いました。しばらくの間お探しをいたしますが、ご清聴ご協力よろしくお願いを申し上げます。さて皆さん、選挙戦は最終盤です。最終日、明日が投票日です。何としても今回の選挙、都内の都議会議員、共産党の都議会議員候補への大きな大きなご支援をもう一回り二回り増やしてください。そしてこの豊島区では、日本共産党33歳3期目の挑戦を行います、米倉春奈へのご支援の輪をもう一回り二回り増やしていただきたいと思います。では最初に米倉春奈都議会議員候補より訴えをさせていただきます。池袋駅をご利用の皆さん、お店の皆さん、お買い物中の皆さん、こんにちは。日本共産党東京都議会議員候補、米倉春奈です。いよいよ都議会議員選挙は明日が投票日。私、日本共産党米倉春奈、33歳3期目野党の代表として、引き続きここ豊島区から東京都議会送ってください。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、声を上げれば政治は変わります。8年前に都議会に送っていただき、それまで全く増えなかった認可保育園3000人分増えています。特別養護老人ホームも2つできました。3年前の災害級の猛暑を受けて、学校の体育館一気にエアコンつけることもできました。どれも市民の皆さんが声を上げ、その声と力を合わせる都議会の議席作っていただき、一緒に進めた成果です。もっと暮らしに役に立つ東京都に、この選挙で変えようではありませんか。皆さんと力を合わせる都議会議員として、私米倉春奈、引き続き東京都議会お送りください。皆さん、コロナ感染が拡大し続けています。このままオリンピックを開催すれば、感染はさらに拡大します。重症者が増え、命が失われる。オリンピック開催によって命が失われるということあってはなりません。命を守る、このことを最優先に、この夏の五輪は中止をする。そしてコロナ収束に全力、この道を私共産党米倉春奈の当選でご一緒に政治決断迫ろうではありませんか。そしてコロナ対策そのものを転換しましょう。ワクチンのスムーズな接種、大規模検査が必要です。そして十分な保障を実現しましょう。もう区内の事業者の皆さん、倒産が相次ぎ、なんとか踏ん張っている皆さんも大変苦しい事態です。ある飲食店の事業者は売上が9割も減っている。クリーニング屋さんはテレワークの影響でワイシャツのお客さんが激減、売上4分の1、本当に苦しい。今、本気で都民の暮らしと事業を支える政治が必要です。この政治の転換を、私、日本共産党、米倉春奈に引き続き東京都議会でやらせてください。今度の選挙は、豊島区民の命の拠点である都立大塚病院守る選挙です。皆さん、都立病院は今コロナ救命の先頭で頑張ってます。
地元の都立大塚病院は120人の患者受け入れ体制です。また日頃からは妊娠出産の拠点病院でもあります。断らない救急医療も行っている大塚病院で子ども出産した、命救われたという方、区内に多くいらっしゃいます。今この都立病院、充実こそ求められているはずなのに、小池知事は都立病院をコストカットの対象にして、病院を都の運営から切り捨てる独立行政法人化進めようとしてます。皆さん、こんなことを許せば儲からないことを理由に医療が削られます。他の病院にても儲からない分娩が休止、分娩料2倍化、呼吸器循環センター廃止という事態です。同じ事態を大塚病院で、また都内に14ある都立病院、公社病院で起こすわけにいきません。そもそも都立病院は妊娠出産、周産期の医療、小児医療、災害、難病、救急医療、障害者の医療、採算は取れないけれど命を守るため欠かすことのできない医療を担う病院です。儲け優先の独立法人にされたら病院の機能が壊されます。ぜひともこの選挙で病院を守れ、ご一緒に声を上げようではありませんか。選挙直後に自民党、公明党、都民ファーストが都立病院の切り捨て進めようとしている、この選挙で病院を守れと求める唯一の都議会議員候補、私、日本共産党、米倉春奈、必ず東京都議会送ってください。どうぞよろしくお願いいたします。今度の選挙、もう一つ皆さんと実現したいことがあります。ジェンダー平等の社会をご一緒に進めましょう。豊島区で初めての女性の都議会議員として都議会を送っていただき、都政には若者や女性の声ほとんど届いてない、驚きました。この分野で政治変える、私のやるべきことの一つだと取り組んできました。皆さん、今池袋駅周辺では虐待などで家に帰れない女子中高生が性的搾取の被害に遭ってます。この実態をなくしたい。5年前初めて都議会で取り上げ、東京都は民間団体と連携した新しい支援を始めてます。この続きの仕事を都議会でやらせてください。東京で最も身近な性暴力、痴漢ゼロもご一緒に進めましょう。パートナーシップ制度も東京都として実現してまいりましょう。政策的夫婦別姓実現もここ東京から迫っていこうではありませんか。本気で性暴力をなくす東京都を、そしてジェンダー平等、誰にとっても生きやすい社会、この都議選でご一緒に進めていこうではありませんか。そのために私、米倉春奈、都議会に送ってください。よろしくお願いいたします。いよいよ明日が投票日となった都議会議員選挙、ここ豊島区は定数3を有力4人で争う大変激しい横一線の大接戦となっています。命がかかったこの選挙、私、日本共産党、米倉春奈、命優先の政治に変えるため必ず東京都議会送ってください。大接戦です。1人2人3人とご支持をお広げください。声を上げれば、そして力を合わせれば政治は変えられます。この選挙でご一緒に新しい政治を作っていきましょう。このこと申し上げ、私、米倉春奈、都議会議員候補、野党の代表です。私の訴えとさせていただきます。ありがとうございました。ただいまの訴えは、日本共産党、この豊島区での都議会議員候補、米倉春奈でございました。では引き続きまして、石井和夫日本共産党委員長、衆議院議員より訴えをさせていただきます。
皆さんこんにちは。ご紹介いただきました日本共産党の志位和夫でございます。いよいよ明日が都議会議員選挙に投票日となりました。この豊島の選挙定数3を有力4人で争う大接戦になっておりますが、今お訴えした米倉春菜さん横一線当落線上の本当に接戦となっております。どうか皆様のお力添えで米倉さんの3回目の勝利必ず勝ち取らせていただきますようよろしくお願いいたします。米倉さんは33歳と大変若い政治家ですが、もうすでに都議会で2期8年にわたって活躍し試され済みの実績をたくさん作っています。特に私紹介したいのは若い女性を性的搾取から守るための事業を東京都で初めて実施させた、あるいは痴漢被害アンケートに基づいて痴漢ゼロの東京を作ろうという提唱を行いまして大反響を今呼んでおります。これまで都政の光が当たってこなかった分野に光を当て皆さんの願いを都政に届けてきた、そういう素晴らしい仕事をしてきた宝の議席ですので、どうか皆様のお力で必ず勝たせてください。よろしくお願いいたします。私最終日にあたりまして都民の皆さんの3つの切実な願いを日本共産党米倉春菜さんに託してほしいということをお訴えしたいと思います。第1はオリンピックより命を大切にする政治を作ろう。この1票は今回日本共産党米倉春菜さんに託してください。よろしくお願いいたします。東京の感染拡大が止まりません。13日連続で前の週より新規感染者が増え、国立感染研の試算では7月中旬には1000人を超えるという試算も出ております。皆さんこんな感染状況が悪くなっている下でオリンピックパラリンピック開催していいでしょうか。いよいよこの問題が都議選の大争点になってまいりました。皆さんこの問題で問われていることは私は大変シンプルな問題だと思うんです。オリンピックと国民の命どっちを大切にしますかというのが問われている問題じゃないでしょうか。このように問いかけましたら圧倒的多数の都民の皆さんの答えはもちろん命ですというものではないでしょうか。それにもかかわらず菅政権と小池都政やってることどうでしょう。逆さまじゃないですか。命よりオリンピックじゃないですか。オリンピックを最優先にして命を二の次にする、そういう政治でいいのかがまさに問われております。専門家の皆さんが無観客が望ましいとあれだけ強く提言したにもかかわらず一箇所最大1万人一日最大20万人観客を入れる計画を決めました。こんな感染が拡大している下で観客を入れたオリンピックなどいよいよもって論外ではないでしょうか。幼稚園の園児から高校生まで90万人をオリンピックの観戦に動員する、これも大問題になっています。米倉さんはじめ共産党都議団は子どもさんをオリンピックに観戦に連れていくというのがどんなに無謀で危険か都議会でずっと明らかにしてまいりました。そういう中で都内各地の自治体で中止が決まっております。目黒区、文京区をはじめ今日までに17の市区町村で中止が決まりました。
皆さんの声、都民の声が現実の政治を動かしつつあるということに自信を持ってさらにも前に進もうではありませんか。ただ皆さん、こうなってもまだ東京都はやめると言ってませんから、明日の選挙で審判下そうじゃないですか。子どもたちをオリンピックに動員するな、この一票はどうか米倉春奈さんに託してください。よろしくお願いいたします。さて皆さん、だいぶ苦しくなって菅首相は一昨日、無観客もあり得ると発言しました。小池知事は昨日、無観客も軸として考えなくちゃいけない、二人とも言い出しました。無観客決めてるわけじゃないんですけど、そこに言わざるを得なくなってきた。しかし皆さん、観客を入れてのオリンピック論外ですけども、無観客ならいいでしょうか。無観客なら問題解決するでしょうか。決して解決しないんじゃないでしょうか。都民の皆さんの命を守る最良の方法は、オリンピックそのものをきっぱり中止することではないでしょうか。どんな形であれオリンピックを開催しますと感染リスクが高くなることは避けられません。何しろ全世界から6万8000人もの人々が日本にやってくる。ところが日本の検疫はザルですからね。水際対策といっても水漏れ状態ですから、ウイルスがすり抜けて入ってきてしまいます。そしてオリンピックというのは人類最大のお祭りですから、開催しますとどうしても国内の人流、人の流れが増えてしまう。これも指摘されていることです。皆さん、そしてどんな対策をやろうとも開催による追加リスクをゼロにはできない。これは分科会の尾身会長も国会で証言しました。ゼロにはできないんです。皆さん、ですから開催しますと新しい感染拡大の第5波が大変心配です。そういう波が起こったら重症の方増えますね。そして亡くなる方が増えるじゃないですか。私は政治の根本姿勢が問われていると思います。政治の根本姿勢として、オリンピックの開会で亡くなる方が増えても仕方がないという立場には決して立ってはならないと考えますが、いかがでしょうか。こう考えますと中止するしか道はありません。それでも皆さん、今更中止できるのかという疑問もあるかも分かりませんが、オリンピックっていうのは自然現象じゃありません。台風や地震や嵐とは違います。人間がやるイベントじゃないですか。人間が開くことを決めたもんだったら、人間がそれをやめることを決められないわけがないじゃないですか。政治が決断すればいつでも中止することができる。私はそのことを訴えたいと思います。そして皆さん、菅首相と小池知事が何が何でも開催するって言うんでしたらね、都民の意思を示そうじゃないですか。明日の都議選の投票日で審判を下そうではありませんか。どうか各党の立場をよく見てください。6月の都議会にオリンピックは中止してください。陳情が出ました。その陳情を自民、公明、都民ファースト寄ってたかって反対して潰してしまったんです。こういう人たちに都民の命を守ることができません。皆さん、今政治がやるべきはオリンピックじゃありません。オリンピックをやってる場合ではありません。コロナ封じ込めるためにこの日本のありとあらゆる力を集中するべきではないでしょうか。ワクチンの迅速な接種と一体に PCR 検査、大規模に行うことが大切です。セットでやってこそ封じ込めができます。
いつでも誰でも何度でも無料で PCR 検査ができる、そういう体制を作れということを求めていこうではありませんか。都民の皆さんに苦しい自粛を求めながら、保障がやられておりません。十分な保障と生活支援が必要です。中小業者の皆さんの命綱を張った持続化給付金、家賃支援給付金、たった1回こっきりで打ち切ってしまいました。緊急事態宣言3回やってるのに支援が1回こっきりっていうのはあまりに冷たい政治じゃないですか。持続化給付金第2弾を支給させ、コロナが続く限りこれを持続的に出すようではありませんか。皆さん、今はそういう仕事に力を集中すべきです。オリンピックは中止し、この日本のあらゆる力をコロナ収束に集中させ、命を守ろう。この一票はどうか日本共産党米倉春奈さんに託してください。よろしくお願いいたします。第2は、皆さん、医療、介護、障害福祉、保育などケアに手厚い東京を作ろう。この一票は日本共産党米倉春奈さんにどうか託してください。よろしくお願いいたします。皆さん、コロナのパンデミックはケアの大切さを浮き彫りにしました。人間誰でも一人では生きていけません。他の方のケアなしには生きていけません。それがはっきりしたんじゃないでしょうか。ところがこの日本では、また東京ではケアがとっても粗末に扱われています。特に自民党と公明党の都政は16あった都立病院8つに減らしてしまいました。71あった保健所を31に減らしてしまいました。ですから保健所に電話しても繋がらない、検査がなかなか受けられない、こういう状況が起こったんじゃないですか。日本の医療と公衆衛生をここまで弱くしてしまった責任は重いのではないでしょうか。ところがその反省が小池都政にありません。残った8つの都立病院、6つの公社病院、独立行政法人にすると言っております。どうなるか。保健優先の経営が押し付けられて、400億円の負担金が削られて、感染症医療、中産期医療、小児医療、救急医療、こういう大事な医療が切り捨てられてしまう心配があります。特にこの地域では都立大塚病院、とても大事な仕事をしております。お母さんと子どもさんの医療の拠点です。断らない救急を実践しています。民間では支えられない大事な仕事を都立病院になっているじゃありませんか。これを儲け優先にして壊してしまおうというのは絶対に許すわけにはまいりません。皆さん、この都立病院の独法化進めているのが自民、公明、都民ファーストの3人組。こういう人たちにこの豊島の大事な議席独占させるわけにいかないじゃないですか。皆さん、どうか都立病院の独法化をやめて大塚病院を守っていこう。直営のまま充実させていこう。この一票は日本共産党の米倉春奈さんに託してください。よろしくお願いいたします。第3に、皆さん、稼ぐ東京、もうやめましょうよ。これ、福祉と暮らしを良くするという本当の自治体の仕事を取り戻してまいりましょう。この願いはどうか共産党米倉さんに託していただきたい。私、東京全部ずっと回っておりまして、稼ぐ東京の名で小池都政がやっている3点セット、どこでも大問題になっているんです。一つは、都心の上空を超低空で巨大旅客機が飛行する羽田新ルート、大井町で訴えておりましたら本当に轟音が
きりなしです。それから2つ目に事業費2兆3500億円1メートル 1.5 億円それだけのお金かけながら陥没事故を起こした東京外郭環状道重複して訴えておりましたら重複の陥没事故ありましていつだか放置がしないたくさんの訴えを聞きました。そして3つ目は世界中で廃れているカジノをこの本に及んで東京に持ってこようというカジノ誘致計画です。江東区の青海というところに持ってくる計画ですが東京をギャンブルの街にしてはならないということを訴えたいと思います。皆さん稼ぐ東京と言いましても皆さんの稼ぎを良くする話じゃないですね。一握りの巨大企業を儲けさせるためのものであって皆さんの都民の皆さんにとっては踏んだり蹴ったりの話です。これを都政で進めているのが自民、公明、都民ファーストの3人組です。こういう人たちに東京の未来を任せるわけにはまいりません。大体皆さん実際の仕事は稼ぐことなんかじゃないですよ。自治体は企業じゃないんですから皆さんの税金でやってるのが自治体ですから自治体の仕事はもう単純明快です。地方自治法にもありますように住民の福祉を良くするここに尽きるんじゃないでしょうか。私この場で3つの約束をしたいと思います。一つは高すぎる国民健康保険料大幅に引き下げようではありませんか。特に子どもの筋トレと申しまして赤ちゃんが1人生まれると東京23区の場合5万2000円保険料がある。おかしいですね。おむつつけてる赤ちゃんに保険料払えるわけありませんね。出産祝い出すってんだったら分かるけど出産ペナルティーに保険料あげるなんてこんなバカな政治ありませんね。さすがにこれ国の方も子どもの均等割半分にすることを違う手立てを取らざるを得なくなりました。ただもう半分残ってる。この残ってる半分は都の制度として子どもの均等割ゼロにしていこうではありませんか。二つ目に皆さん義務教育の学校給食無償にしようじゃないですか。私全国もありますとねもうたくさんの市町村で無償になってます。だって憲法26条には義務教育はこれを無償とする書いてあるじゃないですか。憲法に書いてある通りに学校の給食を無償にして子育て世代の負担を軽くするこれ都の制度として実行させようではありませんか。最後にもう一点私ども訴えているのは補聴器購入への補助で高齢者の聞こえを支援するということです。すでに都内の15の自治体で独自の制度が始まっているんですが都はやろうとしておりません。しかし皆さんこの補聴器共産党都議団が調査しますと平均27万円かかる高いものですからついついつけるのを遅れますと生活の質にもかかってまいります。その制度として補助をしっかりやって高齢者の聞こえを応援しようではありませんか。皆さんこういう仕事に取り組むのが自治体ですよね。稼ぐ東京じゃなくて福祉の東京を作っていこうじゃないですか。皆さん今の東京都政にないのはお金じゃありません。お金はあるんです。スウェーデン並みの予算持ってるんです。何兆円も使って巨大道路を作ってるじゃないですか。ないのはお金じゃなくて心じゃないでしょうか。福祉の心がないのが問題じゃないでしょうか。その点では福祉の心を溢れるように持っている米倉浜田さんに必ず3度目の勝利勝ち取らせていただきまして東京都政に福祉の心を取り戻していこうじゃありませんか。どうぞお力添えをよろしくお願いいたします。皆さん3つの願いを託してほしいということを申しました。この3つの問題どの問題でも自民公明都民ファースト違いありませんね。オリンピックも
特攻化も、そして稼ぐ東京も、みんな生き生きと言ってるだけであります。こういう人たちに福島の大事な産業を独占させるわけには絶対にまいりません。都民の皆さんの命と暮らしを良くするためには米倉さんの勝利がどうしても必要です。どうかお力添え重ねてよろしくお願い申し上げます。皆さん、東京の選挙は国政にも大きな影響を与えます。皆さん、今の菅政権どうですか。私、国会におりまして、この政権もダメだと思いますよ。菅政権ダメです。だって皆さん、コロナでは無意無策でしょ。沖縄県民と日本学術会議には無法な強権振るってますでしょ。政治と金の問題、次から次へと出てくる。でも一つも反省しない、一つも究明しない、みんな放っかぶりでしょ。それに加えましてね、菅さんと論戦しておりますとびっくりするのは答弁ができないんです。私、予算委員会や党首討論で何度か菅さんと答弁しましたけど、私が一問聞きますと紙が出てきまして、それを読むんです。もう一問聞くとまた紙が出てきて読む。紙を読むだけなんです。ですから私、菅さんに言いたい、答弁は辞書でお願いします。いかがでしょうか。皆さん、もうそろそろお一人で会うじゃないですか。今度の府議選で共産党大躍進させていただいて、米倉さんかましていただいて、菅政権にさよならの審判を下そうじゃありませんか。そしてそれに続く総選挙で市民と野党の共闘を必ず成功させて、共産党をさらに躍進させていただきまして、政権交代を実現し、国民の声が生きる新しい政権、野党連合政権、ご一緒に作っていこうではありませんか。東京で政治を大きく変えて、日本の政治も変えてまいりましょう。そのためにもどうか明日の投票日、米倉花さん、横一線の大接戦です。選挙は皆さん最後の最後まで頑張り抜いたものは勝つことができますので、私たちも力を尽くしますが、どうか最後の最後まで米倉さんへのご支援は広げていただきますことを重ねてお願い申し上げまして、私の最後の訴えとさせていただきます。ありがとうございました。頑張ります。よろしくお願いいたします。ただいまのお伝えは、日本共産党委員長志位和夫衆議院議員でございました。皆さん、いよいよ明日が投票日です。都政を大きく変えるためにも、都民の皆さんの暮らしと命を守るためにも、ご当地豊島区では米倉春奈33歳3期目の挑戦です。皆さんとご一緒に都政を変えるこの力を、三度米倉春奈、米倉春奈に与えていただきますよう重ねてお願いを申し上げまして、ご当地をお借りいたしましての街頭からの最後のお願い、終わらせていただきます。三社員通りご通行中の皆さん、足をお止めいただき、ご清聴いただきました皆さん、本当にありがとうございます。選挙戦はまだ続いています。明日が投票日、投票日になる前にお一人の方々がもう一回り二回りご支持の輪を広げてください。皆さんとご一緒に都政を大きく変えるためにも、今回の選挙戦、何としても米倉春奈33歳3期目の議席を与えていただきますよう重ねてお願いをいたしまして、ご当地をお借りいたしましての街頭からの伝え、終わらせていただきます。長時間にわたり皆様方のご協力、本当にありがとうございました。